どうも大吉です。今回は前々回の動画でちらっと予告をしていたオーダー紹介をしていこうと思います。なぜこのタイミングでオーダー紹介をしようと思ったかと言いますと、ガチャを引く前に狙いの話をするときにですね、オーダーのお話もすると思うんですけども、そういやオーダー紹介してなかったなというふうに気づきまして、オーダー紹介をしてないのにですね、狙いの話をしても誰がわかるんだというふうに思いましたので、このタイミングで簡単にですがオーダー紹介をしていこうかなというふうに思います。オーダーを見ながらダラダラと喋る動画にはなるんですけども、今後もですねガチャの動画を上げていく予定ですし、もちろんオーダーの方もアップデートしていくとは思うんですけども、現状ですねどういう感じでオーダーを組んでいるかっていうのをご紹介することによって、ガチャ動画を見た時に皆さんも分かりやすくなればいいなというふうに思います。それでは早速いきましょう。はい、というわけでオーダー画面にやってきました。今までの動画でもお伝えしてるんですけども、僕自身リーグ勢になりますので、今回もリーグオーダーのみの紹介となります。ではまず野手から簡単にご紹介していこうと思います。現状のオーダーはこんな感じになっております。で、野手に関してはこちら吉田正尚選手と太田選手が3700になっておりまして、それ以外は3800の選手で固めることができております。はい、そして野手の主なコンボなんですけども、パワー型8人の超大胆不敵、ミート型8人の超周到精密、そして超重量打線ですね、パワー A 以上が8名、そしてミート A8 人の超安打製造機ですね。リーグをやってる方であれば皆さん出してるコンボを出してるというオーダーになっております。正直言いますと野手オーダーに関しては皆さんと何の変哲もないオーダーなような気もします。はい、今画面では控え野手を見ていただいております。見てもらうと分かると思うんですけども、控え野手パワー型しかいません。そして下に行くと3700の選手だとミート型の選手が結構いてます。はい、野手オーダーに帰ってきました。ステータスを大体把握している人だとなんとなく気づく方いるかもしれませんけども、パワー型が圧倒的に多いです。なんでこうなってるかと言いますと、同点にできる選手が称号が決まってないというのが一番の原因ですね。例えば称号で同点にできる選手といえばこちら柳田選手ですね。こちらも称号が決まってません。このセンターに置いている丸選手は称号は決まっております。レフトに置いている筒香選手もですね、同調狙うことはできるんですけども、勝利の下がついてしまったので、これは外したくないということで同調にできる候補からは外れております。そして村上選手も決まっていません。で、大谷選手は A がない。グラシアル選手もですね、同地が狙えるんですけども、こちらも決まっていなく、ミート A が決まっているといった状況です。といった感じでですね、現状、能力の高い低い関係なく、ミート型でないと、リーグオーダーには入らないといった状況になっております。はい、続いて投手ですね。投手は全員3800で固めております。投手コンボとしては球威型8人の超力戦奮闘、そして制球 A4 人以上で出る精密スナイパーズ、そしてスタミナ A 以上の選手が4名で出る鉄腕投手陣が出ているといった状況ですね。投手陣に関しては結構理想的な形になっておりまして、今後のアップデート予定はこのダルビッシュ投手ですね、OB ダルビッシュセレクションでご本人引いておりますので、こちらも継承して中継ぎに置きます。で、現在中継ぎ4に置いている松井投手のところにダルビッシュ投手、
でダルビッシュ投手が中継ぎに移動したことによって、空く先発の枠は今ベンチに置いている上沢投手を入れて、ベンチには勝利の使者が決まっているセレクションの涌井投手を入れる予定です。そうすることによってスタミナ A8 人で出る超鉄腕投手陣ですかね、それができると、まあ、かなり理想系の投手陣になるかなといったオーダーです。まああと気にしているところといえば、まあ、出せるコンボは全て出すという風な形を僕は取っていますので、あとの入れ替えに関してはコンボの発動率によって変えていこうかなという風な状況になっております。はい、というわけで今回は簡単ですがリーグオーダーの紹介でした。まあ、今回こういう動画にすることによってですね、今後ガチャで狙いのお話をしている時にいろいろとまあ想像しやすいかなというふうに思いまして動画にしてみました。もちろんこれがリーグオーダーの正解系ではないですし、まあ、実際僕もですね、12位ですかねが最高順位になっているので、まだまだ改善の余地はあるとも思っております。で皆さんもですね、リーグオーダー組むときに意識していることなどなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。コメントお待ちしております。というわけで今回は簡単ではありますが、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄にリンク貼っております。それではご視聴ありがとうございました。